どうも、皆さん、こんにちは。チャックワセです。本日はですね、ちょっと細かい話ということで、まとめてね、紹介ね、やっていきたいなと思います。まずですね、こちらです。マリオットのですね、ターゲットオファーなんですけども、この動画撮ってるんですね、6月の2日の深夜にね、こちらの動画撮ってるわけなんですけども、マリオットボンボへですね、ターゲットオファーがね、来ております。こちらはね、Delight with more stay twice on free night ということで、まあ、こちらですね、ターゲットオファーとして来ているんですよね。こちら来ているんですけども、消えたりですね、戻ったりをね、ちょっとなっておりまして、今現時点はですね、私ね、英語のサイトを見るとですね、見ることができるんですけども、ちょっと前までね、消えておりまして、見れなかったんですよね。で、今現在はね、見れるということで、まあおそらくね、もう消えることはないと思うんですけども、こちらですね、マリオットボンボよりね、新しいターゲットオファーということで、一応ね、こちらターゲットオファーみたいなんですけども、私のね、ツイッター上を見てるとですね、ほとんどの方がね、利用することができるということで、ぜひね、公式サイトね、概要欄に載せておきますんで、そこからね、チェックね、してみていただければなと思います。どうやらね、日本語のサイトとかね、アプリとかでまだ表示されないようで、海外のね、英語サイトから行くと、こちらね、見ることができるっていう風になりますんで、チェックね、していただければな、なんていう風に思います。で、今回のね、プロモーションの内容なんですけども、2023年の8月31日までにですね、2滞在ね、利用していただくとですね、3万5000ポイントの無料宿泊特典がもらえるね、オファーっていった形になります。エントリーね、必須っていう風になっておりまして、このね、3万5000ポイントの有効期限はですね、1年間っていった形になります。で、マリオットボンボはですね、この無料宿泊特典ね、3万5000ポイントまでしか利用できないわけなんですけども、1万5000ポイントまではですね、追加でね、足して利用することができるっていう風になりますんで、最大ね、5万ポイントまでこの無料宿泊特典はですね、自分で足せばね、利用することができるっていった形になります。で、今回のターゲットプロモーションね、2滞在完了していただいて3万5000ポイントもらえるわけなんですけども、この2滞在っていうのはですね、ポイントだったりですね、無料宿泊特典ありますよね。まあ、こういったものはですね、利用することができません。あくまでね、お金を払って、宿泊するね、必要があるっていう風になりますんで、この点はね、注意してください。またね、この2滞在っていう風になりますんで、1滞在っていうのは1回のチェックインからチェックアウト。これまでが1滞在っていう風になりますんで、5連泊していただいても1滞在っていう風になりますし、1泊2日で滞在しても1滞在っていう風になりますんで、この1滞在っていうカウントはね、間違いないようにしていただければなと思います。で、今回ね、3万5000ポイントっていう風になりますんで、まあ、うまくいけば、まあ、横浜の、ウェスティンとか、シェラトンとかですね。まあ、ここら辺が行けるかどうか、もしくはね、修善寺とか山中湖とかは、まあ、ちょっと前ね、カテゴリー制の時はね、利用することができてたわけなんですけども、まあ、今現時点はですね、マリオットボンボのね、必要ポイントっていうのは一応変動制になっておりますんで、まあ、なかなかここまでのね、ポイント数っていうのは最近は見かけないんですけども、まあ、もしかしたらね、利用することができるかもしれないっていう感じですね。まあ、ほとんどの場合は少しね、ポイントを足して利用していただくかですね、もうちょっとね、安いポイントのね、場所にね行って海外とかね利用していただく感じになりますかね。まあこのね今日本のねマリオットボンボホテルっていうのはそんなにねもともとカテゴリーがね高くないホテルでもですね非常にね値段高騰しておりますので、まあ今回のねオファーね来ているわけなんですけども、まあ利用するのがね、おすすめできる方っていうのはですね、もう宿泊自体ですね、お金を払って、宿泊が決まっている方はね、いいのかななんていうふうに思うんですけども、まあ基本的にはですね、アジア地域のね、宿泊費用がね、安い地域行かれる方はですね、まあいいのではないのかなと思います。国内だとですね、道の駅プロジェクト系ですね、フェアフィールドバイマリオってね、まあここら辺で利用する予定がね、ある方に関しては、まあいいのかななんていうふうに思います。まあ1万円前後でね、利用することができるので、まあ無理に泊まるっていうよりかは利用する予定がある方向けっていう風になりますかね。まあ先ほどもね言いました通り、このプロモーションね消えたり復活したりねしておりますので、もしねこの動画見ていただいてエントリーねしようと思ったらできないっていう可能性もねゼロではないのですので、この点はね覚えておいていただければなと思います。またねちょこちょこねコミュニティ欄とかね LINE 公式アカウント等々でですね発信はねしていきたいなと思います。それでは次にですねシンガポール航空なんですけども、非常にですねこちらいいニュースが入ってまいりました。シンガポール航空はですねなんとエコノミークラスを含む全旅客にですね無料でね Wi-Fi を無制限で提供するっていうことを
発表いたしました。これはね、非常に朗報ですね。ぜひね、他の会社もね、追従していただきたいな、なんていうふうに思うんですけども、2023年の7月1日からですね、全お客様に無料でね、Wi-Fi 無制限で提供っていった形になります。今までもですね、シンガポール航空っていうのはですね、上位クラスやね、無制限で Wi-Fi ね、提供しておりまして、私もね、Airbus 380、スイートクラス、トリプルセブンのファーストクラス、またね、ビジネスクラス等々もね、2022年世界一周の時利用させていただいたわけなんですけども、まあ上位クラスはですね、2時間とかね、スイートクラスの時は無制限で利用することができたので、まあこれね、非常にいいなぁなんていうふうに思ってたわけなんですけども、なんとですね、コニミークラスを含むすべてのキャビンクラスにですね、Wi-Fi ね、無料で提供していただける、しかも無制限っていうふうになりますんで、動画配信をですね、機内でね、楽しむ時代もですね、もうちょっとでね、来るのではないのかなっていう感じですよね。ぜひね、ANA とか JAL とかですね、導入していただきたいですね。で、今回ですね、無料でね、利用することができるんですけども、エコノミークラスとかプレコとかね、ここら辺のクラスを利用されて、この無料提供のね、Wi-Fi 利用されたい方は、会員登録等々がね、必要みたいですので、シンガポール航空のね、アカウント保有されてない方はですね、ぜひね、公式サイトね、載せておきますので、会員登録はね、しといていただければなと思います。このシンガポール航空のね、東京から日本からね、シンガポール路線とかもですね、ANA マイルで取ってもですね、年差チャージね、かかんないで発券することもできるっていう風になりますんで、まあ、このね、シンガポール路線ね、利用していただくのもですね、かなりね、いいのではないのかなと思います。で、ちなみにですね、このね、無料 Wi-Fi なんですけども、Wi-Fi は有効になってない Boeing 737-800NG を除く全ての航空機で利用することができるっていう風になりますんで、こちらね、予約する際、エコノミークラスでね、利用されるっていう方はですね、機材もですね、確実にチェックしていただいて、まあ、使えると思って使えなかったらね、結構残念な思いされるかな、なんていう風に思いますんで、この点もね、ぜひチェックしてください。それでは次にですね、JAL がね、オールジナインショッピングサイト JAL モールをですね、オープンいたしました。こちらね、どっかで聞いたことあるような名前ですよね。そうなんです。この前ですね、ANA が ANA モールっていうのをですね、オープンしたんですよね。まあ本当にですね、この ANA モールをですね、そのまま JAL が追従したっていう感じですね。公式サイトね、こういった形になっておりまして、JAL モール溜まったマイルでお買い物ということで、まあ今回のね、この JAL モールはですね、様々ジャンルの商品を取り揃えた豊富な品揃えということで、これまで個別に展開していた JAL のJAL ブランドコミュニケーションストア、JAL アグリポートオンラインショッピングの販売品は、JAL ショッピングに集約しますということで、またね、国内有数のショップと提携し、多彩な商品を展開しますということで、今後ね、拡大されていくっていった形になるんですよね。またね、JAL 展開商品ということで、JAL の人気商品は JAL ショッピング、JAL ショッピング機内を、販売オンラインストア、新登場する JAL 公式産地直送オンラインショッピング空からお届けで販売します。廃棄される航空機部品を活用した商品、地域産品の特集を展開するほか、新商品の開発にも積極的に取り組みます。日本全国の旬の食材をご自宅までお届けするサービスで、最速当日中に配送が可能なプレミアム配送も提供しますということで、対象エリアですね、 JAL モールにね、記載されているみたいですので、まあこういったね、感じでこのね、 JAL モールはですね、プレミアム配送も提供しますということで、まあこういったね、感じになっているんですよね。またですね、このね、 JAL モールっていうのは新たにね、会員登録等々はね、必要なく、 JAL のね、今現在のお客様番号とパスワードでね、ログインして利用することができて、またね、 JAL マイルがですね、1000マイル単位で1000マイル1000ポイント1ポイント1円でね、利用することができるっていう風になりますんで、これね、 JAL マイルもこちらでね、利用することができるっていう形になります。またね、こちらの JAL モールでね、購入していただくとですね、100円で1マイルがね、貯まります。で、またね、 JAL カードで決済していただくと200円で2マイル、 JAL カードショッピングプレミアムで、ね、加入されている方は100円で2マイルがね、たまるって言った形になります。またですね、2024年の1月にですね、新ステータスプログラムっていうのを JAL はね、導入いたしますよね。結構前にね、動画解説させていただいて、まあ、詳細自体はですね、全部は分かっていないんですけども、この JAL モールの利用額に関しても、この JAL の新ステータスプログラムのね、ステータスポイントにもですね、影響してくるみたいですので、まあ、この点はね、覚えておいていただければなと思います。またね、JAL モール、オープン記念ということで、こういった形でですね、全品5万
5倍マイルキャンペーンであったり、抽選でね、国内の往復航空券ね、もらえたり、またね、メールニュース登録で50マイルね、もらえたりいたしますので、まあ、このメールニュース登録でね、50マイルっていうのは、ぜひね、公式サイト載せておきますんで、こちらは拾っといていただきたいな、なんていうふうに思います。で、この JAL モールのですね、ショップ一覧がですね、今現在ね、こういった形になっておりますんで、もしね、気になるショップありましたらですね、JAL モールね、チェックしていただければな、と思います。ということで今回ですね、ちょっとね、細かい話ということで解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやね、一番の朗報はやはりね、シンガポール航空のね、Wi-Fi 無制限提供ですよね。エコノミークラスにもですね、無料で Wi-Fi をね、提供していただけるっていう風になりますんで、非常にね、大きいですよね。まだね、Wi-Fi がこのエコノミークラスでね、無料で利用できるっていうのは、まあおそらく今回ね、シンガポール航空が初導入ではないのかな、なんていう風に思いますので、どこのね、航空会社もね、基本的に国際線の、まあ、フライトで無料でね、提供しているところってないと思いますんで、これは本当にね、大きな一歩ですよね。やはりね、未だに機内はですね、Wi-Fi 自体がね、有料っていう風になりますんで、これがね、無料になっていくのであればですね、かなりね、便利に利用することができますよね。今後、シンガポール航空でね、利用される予定のある方はですね、こちらもね、覚えておいていただきたいなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますので、フォローをチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。